きっす。ちょっと山田電機に買い物に行きてもんじゃ行きよったら、おふくろが頭が行けいか、行けいかい、病院連れて行けっつってですよ。美容編まで行きよったのに引き返して、おふくろを病院に連れて行きましたわ。100円のライターを買うてですよ。壊れたっつってクレームを言いに行った人が、なんか調べてみたら電池切れだっち、100均の時計だったら電池もおろいやつしか入っちゃらんとでしょうね。で電池と電池交換料でなんか1000円ぐらいかかるっちゅって、また100円の時計を買うて帰ったそうですが、まあ俺は330円のライトが壊れたき、文句言いにはいきませんけどね。ライトとマスクも買わねえかな。
電機やら山田電機やらベスト電機やら南の旅館方に固まっちゃってですかね。食いてったけん、ここはパネル操作がクソでですよ。食いてもよう探さんといっすよね。ダブルニンニク、ムーとトウドライス大盛り無料。自国で作ればいいとね。なんでアメリカン高え武器を買わさるっちゃろうかね。やっぱ植民地やっちゃろうな。
がっつりしまーす。がっつりしまーす。ゴン。素通りですもんね。パジェロかい、猟銃出してかい、走りよったん。上を走り寄ったんですかね、猟銃を出してから。
っちゃ買ったと思う。しよった頃、お客さんに都会の警察は犯行から10分経過なら5キロ直径5キロの範囲をこう封鎖するそうですわ、警察は。で、犯人がそっかい逃走できんように。起きるとか、みんなそこに行くとやねえし、もう犯人はおりゃせんとんよ。でも犯人は逃げ放題であったよねえ、ちょっとですね。今はどうか知らんけん。警察の警察なら医者も医者だけんね。うちに来よったお客さんが原付で引っ掛けて鎖骨を折ってですよ、延岡のどことは言わんけどある病院にかかったら骨がつがらんでですね、またそこの医者が丸川さん、すいません、もう一回手術 してもいいですかちょっと話ですけど、 その人は断ってですね、娘がおる神奈川の病院に行ったらしいんですよ。そしたらまだこんな治療してるんですかって言われたらしいですか。
車両で待っちょったら、九州全域会来てるんですね、患者は。だから親父見たら、親父見た先生が、5秒ですわ、レントゲン写真見て。これは骨折してますね、言ってました。治療が牛乳飲んで日向ぼっこやったですね。なんかカルシウムは魚の骨くたってダメらしいですね。なんか溶けた液体に溶けたカルシウムを取らんと。太陽光線を浴びんとなんか吸収できんとか言ってましたね。あれ考えると骨粗しょう症の人は牛乳飲んで日向ぼっこするのがいいかもしれないです。電話があって終わったち電話がありました。病院に行って帰り山田電機行って帰ってくる暇があっちゃきない。高血圧の薬もらいに行きよった病院があったけど、まあそこは時間がかかってですよ。そわーって総さんじゃん。しげるさんかたけしさんか知らんねん。来たの歌葉さんに教えてもらってんすよ病院を。まあそこは早いですわ。
おめでとう。お母さんが、お母さんばっかりで、あの、しゃあねえちゃん。いちゃん見た目もらった。え先生が違っちゃったよ。なんか痛み止めをもらうようなレベルやったっけ。何の脳梗塞を起こした時より痛かったっけ。脳梗塞の時には一つの痛いことはなかった。砂糖不使用っていうやつは一番いかんげない。あ、それブラック系。よくブラックやろ飲むなあんた。ん？眠れんなるばい。え？眠れんなるばい。ほら、そうけ。うん。何も知らない。うん、眠れんなってさえし、正面ばっかし行かねかになっちゃうブラックやろ。え？眠れんなって、しょんべんばっかり行かねかになっちゃうから。そら。